皆さんこんにちは。西竜平です。はい。今日は、前回、9月9日の徴用の節句っていう暦のお話をした中で、1年間の行事、暦の中では、昔のご先祖様たちは、僕たちが幸せに生きるために、いろんなイベントを作ってやってくれてますって言ってる中で、僕がやっぱり1年通して、絶対抜かしちゃいけないなっていうところで考えたときに、やっぱりお墓参りっていう中で、お彼岸とか、お盆とかっていう中で、今回、9月19日からお彼岸が来ます。 で、なので、まあ、お墓参りに行きましょうっていうところに関して、ちょっとおさらいと、今回、お彼岸について触れるのは、まあ、お彼岸っていうのは皆さんも知ってると思いますが、春のお彼岸、秋のお彼岸って来るので、まあ、そのお彼岸の時に実はやってほしいことっていう話もちょっとまとめた上で、今日お話ししようと思うんですけども、まずは、お墓参りの復習で、まあ、お彼岸っていうものもお盆っていうものも、何にしても、まあ、いろんな、えっと、ことが言われてますけども、何にしても私たちが自分たちのご先祖様のところに行って、えー、お墓参り、ね、 お墓参りに行く時間がないとかいう人たちはまあお仏壇の掃除したり、先祖を敬う時間、先祖のために手を合わせる時間を作りましょうっていうことが目的なので、そのことさ、頭にあればいいと思います。実際にお墓参りに行く人たちに関しての、まあこれ復習ですね。前回あのお墓参りの部分に関して注意事項っていう中で、一つは墓石に向かって水かけたり、お酒かけたりはしないでくださいっていうのがあります。もうお墓自体がご先祖様なので、久しぶりについてですで、頭から水かけるんじゃないよって言って、ちゃんと綺麗なタオル持ってって拭いてあげ いっていうのが一つですもう一つはなるべく午前中に行ってくださいっていうことなんですけどもまあ午前中っていうのは何時から何時までなんですかっていうことなんですけども正確に言うと7時から11時ぐらいっていうのを指す人が結構いたりするんですけどもまあ朝日が昇ってきてで僕の中では午前中っていうのは2時3時ぐらいまでは実際のところ結構 OK ですこれで4時ぐらいからになってくると大間がどきだったりとか、まあ、ちょっとこう。 よくない、陰の木っていうもの自体が流れ始める時間帯になるから、ちょっと注意してそういう場所、神仏に携わる場所には、なるべく行かないようにしてくださいっていう考え方があったりするので、まあ2時3時ぐらいまでだったら間に合いますので、そういう感じで行かれてくださいっていうことです。で、もう一つが、一人で行かない。って言ったんですけども、まあ一人で行かないって言ったのは、僕は先生からちょっと半分脅されてそうやって言われてましたけども、一人で行かないっていうのは、たくさんの人で行くと喜ばれるだけ。一人で行っちゃいけないわけじゃありません。 なので、えー、せっかくだから、どっちにせよ9月は連休もありますので、あのー、一人でも多くの身内の人たち、家族の人たちっていうのを誘って、みんなで一緒にお墓参りに行ってくれるといいですよっていうのがお墓参りっていうことを覚えておいてください。このお彼岸、春のお彼岸、はああ秋のお彼岸っていうので、えー、これが大体7日間かな。7日間の中のちょうど真ん中に来る日。真ん中に来る日を、秋の場合は、秋のお彼岸の場合は秋分の日。 春のお彼岸の時は春分の日として言ったりするんですが、まあ、これも僕はね、詳しく、あの、ば <laughs> っ今思い出したんですけど、あの、9月9日の朝陽の節句で、まあ僕なりの話をしたんですけども、多分、専門的にそういう朝陽の節句とか知ってる人たちからすると、なんか、細かい、ね、なんでこれが朝陽の節句って呼ぶのかとか、なんでこうなのかみたいな詳しい話、そういうね、難しい話僕がね、あんまりできない。 だけど、いやもうこれバカなんで、僕、バカだって知ってるから、先生はいつもわかりやすく、もう要点だけ伝えて、そして面白おかしく僕に伝えてくれてたんで、そういう話しか僕にはできません。ね。まあ、天皇の由来があって、なんとかで、なんでこれが菊の花なのかな、そんな話、難しい話僕できないので、えー、僕僕がざっくり言いかしてもらいますけども、えー、春分の日、秋分の日つっ,って、今回来るのは秋分の日ってなりますけども、一応まあ、ね、 暑さ、寒さ、春分まで、秋分までとかっていう話があったりするんですけども、これ何かっていうと、朝と昼の時間がね、これ学校でも悩むんですけども、朝の時間と昼の時間が均等になる。占いの中では、陰と陽っていうエネルギーのバランスが最も均等に保たれる日として、まあよく言われてるのは、よく言われてるっていうのは結構ネットでも皆さん調べてみたら、あの、春分、秋分の日に願い事をすると叶うとかっていうのがあったりするんですけども、まあ願い事をすると叶う、うっていう、 のは、そういう力が均等になる日っていうのはすごく稀なので、その日から新しいスタートを始めると、いいスタートを切ることができるよっていう意味合いもあったりとかして、で、よくこの期間は、あの、浄化、自分の体の浄化をするとかね、えっと、浄化っていうと、言ったことあるのかなお風呂にお酒入れたりとか、あ、朝用の節句の時言いましたね。お酒入れたり塩入れたりとかして、お風呂に入ったりすると自分の浄化、薬を落とすこともできますよっていう話もあったりするんですけども、まあ、この時よく言われてるのは、おはぎとか、ぼたチってやつですね。 ボタン餅とおはぎって諸説いろいろあるんですけども、実際のところ、えっと、一緒です。多分、一緒です。あの、餅ね、餅ごめんをあんこで包んだっていうやつなんですけども、ま、これにものすごくいいエネルギーがあって、ご先祖様にお供えするし、そして、自分たちも食べるしっていうことで、あの、自分の中の体の中に入っている薬が、あの、出ていきますよっていう話があるんですけども、なんでおはぎ、ボタン餅、まあ、これはもう、おはぎにしてもボタン餅にしてもいいとは思うんですけども、それなのかっていうところに関しては、ま、要はですね、小豆なんですよね。豆。 この豆っていうもの自体は皆さんもよく節分の時に鬼を追い払う時にね、豆巻きますよね。あれと一緒で豆って魔除けの効果があるってずっと昔から言われてて、投げるっていう風にして使うのが節分ですけども、えー、っと、お彼岸のタイミングで、えー、ボタぼたとか、で、あとはおはぎとかっていうものを食べることで、この豆っていうものにって宿ってるエネルギーは人間の体の中に入ってる薬を追い出しますっていう抜群のエネルギーがありますよってことで、ご先祖様にお供えした、えー ボタモちとか、おはぎとかっていうものを食べることで自分の体の中の役を追い払いましょうっていう考え方と。そしてもう一つは僕がお墓参りの時にも言ったのかなお酒。ご先祖様にお供えした日本酒っていうもの自体は持って帰ってきて、 自分で飲んでもいいし、で、お風呂に入れてもいいし、ね、料理に使ってもいい。ということで、これも人の運勢の役を払うだけじゃなくて、運勢を上げるっていうとてもいい意味合いがあるので、このお酒はポイッと捨てないで大切に持って帰ってきてくださいっていう話もしたと思うんですけども、まあ、僕はだいたい夏のお盆で使ったお供えしたお酒を朝陽の節句で飲みますよ,よく。9月9日の朝陽の節句で飲むんですけども、この秋のお彼岸で来るお酒をお正月に持ってったりします、僕は。 ね、いいスタートを切るためにこのお正月で使うお酒はちょっとこれにしようとかいう感じで、えー、取っておいたりするしなのでお正月で飲むお酒ってやっぱりいいお酒というか結構高価なものとは言わないんだけど美味しいお酒だと思うので秋のお彼岸のタイミングで持っていくお酒はいつも僕1カップ持っていくんですけど秋のお彼岸に持っていく時は結構いい酒ドーンと持ってってでそれであのお供えしてでそれ持って帰ってきて大切に取っておいてお正月に飲んだりとかっていう風にします。 こういう風にするとね、なんとなく飲む日本酒って考えるよりかは、ご先祖様にお供えした日本酒って考えると、さらに正月からいいスタートも切れると思いますので、ぜひお試しください。っていうのと、まあこの中でそうですね、願い事っていう中で、まあそういう均等なバランス、陰と陽のバランスが取れてって、あとは結構スピリチュアルな人たちとかも、ま新月の力とか、まあ月の力を借りてとかってすいません、この辺もちょっと詳しくわからないんですけども、結構言う人いらっしゃるんですよね。 スピリチュアルだったりとか、暦を専門的に見ていく人たちの中にも、願い事をここからね、書いた上で始めてくれると、え、いいスタートが切れるよっていう日なので、何にしても、損することではないので、試しにやってみようっていう感じで書いてみてもいい、やってみてもいいとは思うんですけども、僕はよく先生に書けって言われてました。この時は。朝用の設計の時は言えって言われたんですよね。で、この、え、春分の日、秋分の日っていうのは、えっと、書きなさいと。 書いて、ちゃんと頭の中でまとめて、よし、こっからこの願い事を叶えるためにやっていくぞっていうことを教えてもらってて、あんまり意識したことはなくて、お墓参りをやってたし、書くっていうこと自体に対して、まあ意識してたことはあんまりないんですけども、まあ今回は、ちょっと僕もやろうかなと思うことがあって、そのやろうかなって思うのは、まあ春分だから、秋分だからっていうことでやってくれっていうわけじゃないんですよ。実はこれ、そういった、まあ小指の力も借りられたら特にいいんですけども、 僕もよくこう、方角を使った上で旅行に行ってくれ。楽しい旅行に行ってくださいね。で、旅行先に着いたら、あの、自分の願い事を紙に書いてくださいって。そしたらね、よく叶うんですよって話をしたりするんですけども、今回、すごく重要なことに気づいて、ぜひこれ、お彼岸とか、えっ、ー、と、お盆だとか、春分だとか、秋分だとかっていうのは関係なくできることなので、ぜひ皆様も覚えてほしいことなんですけども、僕が前に、運の強い人たちっていう話の中で、 運の強い人たちってある質問をするとすぐ分かるよっていう話をしたことはあると思うんですけども何かというと明日が楽しみで眠れない夜を過ごすっていう習慣があるんですよ、この人たちたくさんある習慣の中でですね。明日が楽しみで眠れない夜をいつ過ごしましたかって聞くといや、先週とかいや昨日がそうだったとかねもう月に23回あるよねみたいな話をする人たちって運が強い人たちがとっても多いですよっていうことでまあ楽しみを持ってる人たちってちょっとマイナスなことが来てもそれをは弾く力もあるんですよね。 なので、皆さんが楽しみを持った上で、自分を喜ばせるっていう、そういう習慣とても大切ですよって言ってる中で、まあ旅行に行こうとか、なんか楽しいね、美味しい食べ物を食べに行こうとかっていう計画を立てて、自分で楽しみを捕まえに行かないと、え楽しみってなかなか来ないんですよって話をした中で、お客さんからの意見でも結構あって、旅行先、自分が行きたいと思ってた目的地に行って書くよりも、実は、その、まあ願い事をですよね。願い事を書くときに、前の日に書いた方が叶う気がするっていう話を受けて、 自分も、あ、これってなんかやっぱりあるなと、二人三人とかいう人たちが言ってるんだけどね、結構たくさんの人たちが同じようなこと言ってきたので、で、ちょっといろいろと見てみると、楽しみでしょうがない。楽しみがたくさんあって、えっ、ー、と、明日が楽しみだと。眠れないわけじゃないですか。この時人間が一番幸せを感じてるエネルギーっていうものが一番出るのって、実は前の日らしいんですよね。 皆さんもありませんかねやっぱり、例えばハワイに行きたいとか釣りに行きたいとかね、何したいとかいう時に、行ってしまうと、前日ほどの感動じゃないんだけど、まあ楽しいは楽しいんですよ。でも、一番ワクワクしてて、一番なんかこう、そわそわして眠れなかったのってやっぱり前の日。あの時に一番エネルギーが高いんですよ。そのタイミングで、皆さんが、どうせ明日が楽しみで、ワクワクして眠れないんだったら、この時間を有意義に使おうと思った上で、 ノート開いて、自分の手帳に叶えたいと思ってる願い事を順序通りザーッと書き出していきながら書いていくっていう方法をやっていくと、叶っていくっていうのがあるみたいです。お客さんからのお話も聞いたし、この期間僕もちょっとそういうことを調べさせてもらったんですけども、調べた中で、やっぱり人の幸せ、ドーパミンになったのかなこの辺なんか、香谷さんあたりがあれですけども、ドーパミンっていう、あれだったか、まあそういう脳内エネルギーが、脳内のその物質っていうものが一番放出されて出てくるっていうのが、 その目的地に行く、えー、その場所に行く前に、その時に一番そういうエネルギーが出ますっていう、このエネルギーを上手に紙に乗っけて自分の願い事に込めてくれると、これが叶いますよっていう風にして、なっていくって言われてます。言われてますというか、まあ、なっていくんじゃないかなっていうのがあって、まあ、たくさんのお客さんからそういう意見ももらったし、自分も調べてみて、あ、そうなんだなっての分かのったので、今年から僕もちょっとやってみようかなと思ってますので、ぜひとも皆さん、 ご先祖様に対して手を合わせる時間。ね。もちろんお墓に行けないとか、お墓がわからない人たちは手を合わせて、私たちが今ここにいるっていうことは、間違いなくご先祖様っていう人がいたんだっていうことで、その人たちに関して手を合わせて感謝の気持ちを心の中で述べる。先祖用で最も大切なのは、正しい墓参りの掃除の仕方とか、お供え物がどうとかではなくて、私たちがその人に対して手を合わせて、思いを馳せることが最も,も、最も重要なことです。なので、この期間中にそういったことをやってくれても全然構わないですし、 そして、まあ、暦の中に、春分秋分っていう、お彼岸の期間、秋のあお彼岸、春のお彼岸っていう期間の中で来る中で、皆さんが何か自分の今持ってる夢とかいうものを叶えるきっかけとして何かやろうと考えてるんだったら、こういうやり方がありますと。ただし、お彼岸とか、今回も腸用の節句逃したとかいう人たちもいるかもしれませんけども、もし自分の願い事を紙に書いて何か叶えたいって思ってる時に、ちょっと、 わかりやすいというか、簡単にできる方法としては、自分が楽しみがあった時、その楽しみを前にして、ワクワクして眠れないっていう前の日の夜に、それを紙に書いてくれると叶うっていうのが、とても強く、え、叶いやすくなりますよっていうのがありますので、一応、こういったことを皆さんが、この期間、暦を楽しんだ上でやってください。ボタン持ち、いっぱい食べて、喉に詰まらせて、そして、太らないように注意してください。僕も気をつけようと思います。以上です。ありがとうございました。 あの見てもらってる皆さんになんか幸せかなんかを送ってもらえたら幸せはいエネルギー、ね、幸せエネルギーですねエネルギーはあるといい方法がまああの、まあ、ちょっと勝手に師匠って言うけど、まあ、東京の方に加賀屋さんっていっていらっしゃるんですけどもその人から教えてもらった、えっと、自分の銅板印を放出して皆さんに送るっていう方法をや、えー、らせていただきますではいきますお口 ドーパミンなんか見たことあるんですけどパクりですよねパクりですかぎやさんありがとうございます